カオシードのサタン版が出るんですってねああ、去年スーファミで出たというあれだ確か内容がマニアックな上 あまり出回ってなくて、ほとんど知られてないとかいう噂の。そうじゃカオスシードはシステム上、ややとつきにくい面があるものの、実際始めたら、やめられないほど中毒性の強いゲームと言われとるんじゃ。そうやればきっと面白いんじゃ。絶対ハマって、出られなくなるんじゃ。 なのにみんな無視するんじゃわしのことしょうがないな出られないなら助けてって言えばいいのに大体あのゲーム雑誌に画面写真とかが載っててもどんな内容か伝わりにくいんですよスーファミ版は普通のロープレと思い込んで買った人がほとんどだというしそれでも評判は良かったらしいけどうん まずはみんなにゲームを知ってもらわなければ話にならん97年春のゲームショーでヒロイン役の丹下くらさんが「スーファミ版のカオシードっていうゲームを知ってる人!」と言った時「1万人中2人!」というあまりに寂しい反響を知ってサタンファンさんが紹介ページを分けてくれたとかなんとか。 本当は100人中2人らしい。カオスのイベントだと知ってる人は何人おったんかのふっ。<laughs> 2人すかね脱税客ばっかだし。あとはみんな何にしに来たんだ誰も買った人なんて言ってないんだからさ。頼むよ。団長育成シミュレーションなんてそもそも男がやるわけないじゃないですか。もう。思い切ったアイディアよね。かあ ダンジョンいくしじゃあ、売り上げを落とすような冒険は予算か。世の中、美少女ものの恋愛シミュレーションとやらが流行ってるというのに、俺たち何が悲しくてダンジョンなんぞ掘ってるんですかねヒロインがドキドキ者のコスチュームになるわけでもないし。ああなんてこと言うのよ、うんそれは大地を守る動線だからじゃ。 それだ仙人だの、風水だの、なんで中華風なんですかあら、今、ひそかなブームよ。ももまんは美味しいし。ああ、うるさい流行、先取りじゃ。瀕死の土地を救うには、地中のエネルギーを掘って増やすしかないんじゃ。しょうがないじゃろ。もう一つどうぞ。おお、ほんとに、うまいな。あ、端とかそう、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 つですよねう、う、 地中のインストと風水を見極めながら旋屈を作りエネルギーを生産する。そして大地に注ぎ込む。これぞ銅線の務めじゃ簡単に言えばな。むちゃくちゃしんどそうじゃないですか。やだな。まあ、そう、焦るでないに<だ> <laughs> せっかくサタンファンさんが連載分のページをくださったんじゃあーよくゆく説明していこうかのええうそこれ連載なんですかなんて大胆な朝晩ちゃんと新規場の神様に向かってお礼申し上げろんじゃぞ <laughs> ありがとう神様また命知らずなさ いや、そうな顔をするでない。この機会に知名度が上がってくれれば、ゲーム以外のところからもお呼びがかかるやもしれぬ。なんだなんだここで一発お主がかっこいいところを披露すればじゃな。今までほとんど届かんかった。ギャルからの恋耳も来るやもしれん。やらせてもらいましょう単純で確かっと。 よし、その域で、一人でも多くの関心をゲーっにゃあの、老子様、それならやっぱり、穴掘るのやめませんね初日から前途を暗示するようなオチであった。あら